今岡康のぶらり歴史探訪チャンネルミニ。今回は高知県の有名な名所播磨屋橋を紹介したいと思います。播磨屋橋は昔から日本三大がっかり名所の一つと言われていますが、初見ではそれがなんでがっかりなのかわからない人も多いかと思います。なぜならパッと見ではそれなりに見れる観光地だから。しかし実はこれあまりにもがっかり名所と言われるため、後から作ったレプリカの橋だったりします。実際の播磨屋橋はこっち。そう、もはや普通の道路です。というのも川は水質悪化で埋め立てられ、橋も用をなさなくなったため、ほとんど道路と一体化で、歌や映画の影響で播磨屋橋が有名になったはいいものの、この実物を見た人ががっかりしたため、先ほどのレプリカ橋を作ったというわけなんです。ちなみに初代の橋は江戸時代、高知の豪商播磨屋と筆屋がお互いの本店と支店が川で隔てられているのは不便でしょうがないということで、お互いに金を出し合って私費で建ったもの。それがなぜか播磨屋筆屋橋ではなく播磨屋橋と呼ばれ、時代が下るにつれ交通量も増え、何度も掛け替えが行われた末、今に至るというわけです。なお現地には実はもう2本の播磨屋橋も存在。一つは同じ播磨屋橋公園内にある明治から大正時代に実際に使われていたモダンな橋、さらにもう一つは石造りの欄干に取って代わられる前の平成9年まで使用されていた朱色の欄干。こちらは播磨屋橋の地下にあって今も無料で見ることができるので、皆さんも高知に行かれた際にはぜひこの4本の播磨屋橋をご覧になってみてください。それでは次回にまたお楽しみに。